はい、どうも、トーガーです。今回はこちらですね。今日、まあ、日付も変わってますけども、9月10日、浅草で開催されました、コレクターズカードショーで購入した、プロ野球福パックの開封をしたいと思います。はい。今回は2つだけですね。SA トレーディングさんと、ミント博多駅前店さんですね。ミント博多駅前店さんは必ず参加しますよね。もうミントここしか参加しないですけど。で、いつもだったらコレトレさんのところ買うよ、はずなんです。買ってるんですけど、いつも。あれなんですよね。コレトレさんが、ワンパック1000円なんですけども、バラパックがなんか2パックになってて、以前は3パックだったと思うんですけどね。2パックになってたんで、ちょっとなぁと思ってやめました。はい。まあ、あれなんですよね。バラパックも今値上がりちゃったから、まあしょうがないっちゃしょうがないんですけどね。ちょっとね。まあ、なんつうか。まあ、たぶん、1000円で、どっちかというとバラパックつより1000円であれ、未開封のボックス当てるっつうのが、メインになってる感じでしたね。はい。というわけで今回 SA トレーニングさんを3パック、博多駅前店さんの2パックでした。はい、買ってきました。ちなみに一応、両方とも、未開封のボックスが当たる可能性があったんで、一応、中見てます。はい。じゃあ行きましょう。いや、結構今回、30分ぐらいに行ったんですけど、かなり人いましたね。はい。まずはこれですね。もうおなじみの山田選手のジャージですね。はい。ジェネシスですね。恒例の行きましょう。かなり人並んでましたね。個人のディーラーさんとかも結構出てました。はい。ただ自分は今回もう過去の経験から。個人のディーラーさんのパックは買うのやめましたね。はい。はい。ベーサス。はい。通常のインサート。エライオンズ。去年のライオンズですね。これは通常の印刷かな。オグレディだな、オグレディ。山川さんはどうなんでしょうね。はい。二つ目。ベイスターズと、去年のファイターズと、そして、今年のジャイアンツですね。入ってたのは、吉見さんの150C。はい。ここら辺かなんか出たい、でかいの引きたいんですけどね。そういえば、個人のディーラーさんで外国人の方が出店されてましたね。はい、ファイター。シリアルも出ない。まあそんなものなんですけどね。お、これ、あ、シリアだ。大城選手の金パック、100周ですね。はい。岡本選手は月らか。はい、ラスト3つ目。ベーサーズは必ず入ってるのかな。で、去年のカープ。あ、今年のジャイアンツ。そし
って入ってたのは、ジャイアンツ赤星選手と200シリアル。はい。とりあえず1枚シリアルが出てくれました。シリアじゃね。ですね。90シリ、三島選手90シリ。よしよし。まあ、サインは出ないんです、出なかったですけど。まあ、シリアで2枚出たのは、まあまあいい方ですね。いい方なんですよ、これ。カープ。あれで。はい。はい、ラストジャイアンツと。これシリアか？シリアですね。200シリ。はい。船バサマ、すげえ名前。200シリですね。はい。キラ。はい。というわけで、まあ、サインカードは出ませんでしたけど、まあ、山田選手のジャージはちょっと嬉しい。で、何気にバラパックからシリア3枚出ましたね。はい。では、続いて、ミント博多駅前です。うん。エポックの去年です。今年か。今年です。ね、やっぱ、セカンドバージョンとか入ってくれると嬉しいですね。千葉ロッテのチームリン。そして入ってたのは、サイン来ましたね。はい。43、8番。これなんだ、現役、43はコーチか現役最後の時かわかんない。2023、江川選手。ソフトバンクホークスサイン来ました。で、こちらは銀箔か。はい。松本剛選手。今年のセカンドですね。じゃあ行きましょう。あっと失礼。何かと話題の中日。ネオ選手の通常インサート。はい。こっちの方が先開けるか。ロッテのチームリン。今日佐々木選手が登板しましたね。3イニングで開けでしたけど。はい。中村選手のキラ。で、セカンドバージョン。あ、これシリアじゃないですか。おい、300シリ。森若菜さん。はい。始球式カードの白来ましたね。はい。さあ、最後になります。で、セカンドと、今年のスワローズと、チュアロッテ。はい。そして入ってたのは、あ、サイン来ましたね、また。佐野選手。2023、今年のチームリミですね。90シリ。はい。サイン2枚来ました。これは嬉しい。で、ともすけ選手。これも嬉しい。銀箔ですけど、はい。来ました。サイン2枚出たんで、まあ、よしでしょう。レートはわかりませんけど。まずは、ヤクルト。ここからは一発サインとか引きたいところなんだけどな。山下選手。なかなかね。うまくはいきませんよ。
って思ったら来たよ、つば。来ました。しかも、マスコット。つばみ。つば黒の方が良かったかな。来ました、サイン。はい。こういうのって、レートとか全然わかんない、ほんと。サイン来ましたね。はい。よしよし。意外なとこのサインが来ました。どうなんでしょうね。マスコットキャラクターのサインっていまいち、わからんのよ。はい、ラストです。まあもう、まあ、まあまあ、まあもういい感じなんでね。あともう一枚シールが出てくれれば嬉しいんですけどね。これで何も出ないか何もないよな。はい。始球式カードは足立さん。はい、という感じでした。まあ、悪くなかったんじゃね？結論から言うと。まず、サインが2枚出ましたね。佐野選手と江川さんかな？多分引退されてると思います。確か。はい。これがサインが2枚出て、で、何がシリアルが結構ガバガバ出ましたね。ガバガバって。始球式カードでしたし、はい。まあ、SA トレーディングさんで3枚出たのはちょっとでかいかな。はい。CR4 枚出ました。そして1番はやっぱ、まあ一応これでしょう。つばみちゃんの、いまいちちょっと評価に困る。60シリサイン来ましたよと。はい。というわけで今回は以上ですね。はい。どうも、浅草ではコレクターズカードショーもう年内はないっぽいなんですよね。12月にあたりにやるのかなと思ったら、どうもなんか、案内のちょっと紙が書くなんだ紙が置いてあって、来年4月ってなってたんで、どうも年内は浅草のコレクターズカードショーは、もし今年、今回で終わりみたいなんで、四つ葉のカードショーは俺行ったことないんですよね。なんか、あんま。なんか、MLB とか海外ものがなんかメインっぽいんで、あんま行ったことないんですけど、まあ、ひょっとしたら、年内開催されるようだ、ちょっと行ってみようかなとは、ちょっと興味はあるんでね、思ってます。はい。というわけで、今回は以上ですね。今後の開封予定ですが、未定です。未定でございます。セカンドは、そうですね、ぼちぼち、また開封したいですね。はい。というわけで、とりあえず今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。では。